どうもレモラです。来ました待望のプレシャスペンアップレシャスですね、第4弾でございます。本日はねユニゾーンエアの動画を投稿するんですけども、こちらご覧くださいませ。ナオミクペア、小魚登場ということで、ナオミクペア、多分これねカード的にもね強いと思うんですよ。ということでこちらねレモラは引きません。まあ、引くんですけどね。まあ、せっかくなんで、久しぶりのペアプレイ。今回エールイベント走ってないし、まあまあ、ガチャ金してるけど、まあ、これは引きたいかなって思うね。まあ、3回ずつ優勝あるし、引こうかなと思います。特にそんな欲しいカードはないんですけど、まあ、ナオミクは欲しいなという感じですかね。まあ、とりあえずでも、ルンちゃん、まつりちゃんが強いらしく、いや、欲しいんで、まあ、3回の計、1万2000ジェムぐらいならまあいいかなっていうね、優勝で2000で引けるんで、まあそれで引こうかなと思ってます。まあいいでしょう。いいですよね。ね。まあせっかくなんでも小魚引いちゃいます先に、こっちから行きますね。はい。もう使っちゃいましょう。まあどうせ正月走ってないし、まあいいかなっていう感情です。でペンアプレは、ロードが大切で、まあほぼほぼ 99% ローディングとか 96% ローディングが、まあ、来ない限りは、まあ、当たんないんで、まあ、ちょっとわかんないですね。まあ、けど、基本的に僕、ふーちゃんのペアプレイ以外は、結構ね、優しく当たってるんで、まあ、当たるんじゃないかな。で、先日ね、福岡に移動します、引っ越ししますっていう動画をね、あげたんですけど、まあ、たくさんのね、コメントありがとうございます。応援のね、メッセージ、感謝でございます。そうなんですよ。もう、急に過ぎて、もう2月1日ですよ。もう、引っ越しも、済まさないといけなくて、まだね、引っ越し先、家決めてないし、いやめちゃめちゃ、急ピッチなのは急ピッチなんですけど、まあ、やりがいはあるのでね、まあ、楽しんでやろうかなと思うし、まあ、家もね、今はワンルームなんですけど、ワンルームよりかは、もうちょっといい家、1LDK とか、もうちょっといい家を選ぼうかなって思ってる次第でございます。まあ、福岡に住んでる方いたらね、福岡からの遠征の仕方とかも教えてほしいし。まあ、でもそんなにしょっちゅうは遠征行けなくなるかな。まあ、実質交通費がね、関東に行くのにすごい時間がかかる。時間もかかるし、お金もかかる。新幹線で行ったら片道2万超えとかするし、まあ、距離割とかもあるかもしんないですけど、いやー、大変なんですけど、って思ってたらもうあと1連10連しかないんで、ちょっと当たってほしいんですけど、お願いします。来ました、僕の願いは届くんです。 96% ローディング来ました。これ多分来るよ。小魚ミク欲しいなー。多分このローディングかかったんで来ると思うよ。多分3演出ローディングな気がしますね。はい、来ました。お願い、ナオミク、ナオミク、ナオミクがいい。ナオミク欲しい。いや、キョンコヒヨタも可愛いしな。いや、マナフィーとかも欲しいしな。次ですね。来い、ナオミク。お、待って。うわぁ、いや、これは可愛い。これは可愛いな。この衣装可愛いやん、めちゃめちゃ。キョンコか。ヒヨタン、ウィズ、キョンコ。いや、ナオミク欲しいなぁ。いや、でも、キョンコ、ヒヨタンもまあまあ使えるんじゃない？いや、てか、普通に可愛いしな。ちょっとこれ、育てます。めちゃめちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいわ。うん。いや、このミーちゃんも欲しい。ハブミー欲しいな。え、でも、ルンちゃん、ヒヨタン。いや、まだね、ペアプレで、ちゃんと編成、今持ってるペアプレで編成組んだことないから、まあ、組んでみたさはあんねんけどな。まあ、でも多分絶対次、次回、ふーちゃん、みくにちゃん来るから。いやし、来月ね、ふーちゃんの誕生日があるんで、そのガチャのためにも置いときたいから。まあ、でもこれはね、まあ、L 走ってないんで、別にいいかなっていう次第でございます。いやー、ふーちゃんの表ふーちゃん来てないし、みくにちゃんもまだ来てないから、次、ふーちゃんとみくにちゃん被る可能性もあるしね。春、4月ぐらいか、4月のペアプレイで。いや、そうなってくると、まあ、きついっちゃきついんすけど、まあ、引いちゃいます。まあ、これはもう、30連のうちに1枚出ればいいよね、普通に。まあ、引いちゃいます。あんまりこの、玄関前は良くないけど。いやー、もうでも、新年明けてもう、半月経ちますからね。いや、早いことよ。
で、まあ来月、まあ今ね、桜の3期が徐々にね、メンバー発表されてるけど、その3期のお見立て会も、まあ、3月、4月、3月ぐらいにあるんじゃないかな。いや、行きたいよね、桜。まあ、日向4期はちょっと引っ越しの関係で、申し込まなかったんですけど、桜3期は行きたいなぁとは考えてる。まあ、とりあえず日向祭あるしね。日向祭申し込まないといけない。16日までなんで、そうそう申し込まないといけないんですけど、あと10連、お願いします。あ、これはもう、ちょっと当たんないですね。いいよ、豪華よ、表は。表は豪華でも、まあまあ、まあ、サイン演出あるんで、多分これのローディングはかかんないんじゃないかなと思ってますが、どうでしょうか。あ、来ました、虹。でもこれで、これローディング関係ないとかあるんかな。サイン演出ある場合はローディングが96から99から来ると僕は思ってるんですけど、いかがでしょうか。まあですよね。まあそうですよね。いや、桜は当たらずですかね。まあ仕方がないでしょう。え、ナオミク当てたくない？ダメ。ナオミク欲しいんですけど。ねえ。あと10連、あと10連だけ引いちゃいます。あと10連だけ。願いの10連。いや、無理ですね。こんなことしてたらジェムなくなるんですよ。あー、まあ、川田さんね。あ、川田さんのドレミでもいいね。ニューなんで、全然。あ、でももう一枚。ん？お、キョンコの青春の馬。ちょうどいいや、キョンコの馬。キョンコの青春の馬。青春の馬あんまり持ってないんですよね、カード。なんで、これは嬉しいね。意外な副産物、ありがてえ。よし、ね、キョンコスコもいいんじゃない？キョンコ使えるんじゃないと個人的には思ってます。はい、来ました。待って、これ出るんじゃない？出るんじゃない？これだって来るやろ。小魚、パソコンある。これ来ますよ、皆さん。これ多分エンディング後に差し込んでると思うんだけど、どうしてもナオミクを引きたい。これ来るよ、みんな。これ、俺の勝ちちゃう？はいはいはい、まあまあまあ、白虹ね、ミーパンね。これ確定の虹がどうなるか？よっしゃ、来た！待って、やばい！よし、嬉しい！待って、よっしゃやったマジで、これは嬉しいわ。ということで、バイバイ。